はい、皆さんこんにちは、こんばんは。はじめましての人ははじめまして、シラコングです。今回は、ね、ポケモンユナイト、スマホ版も出て、新しくユーザーも増えてきていると思うんで、今回は、そういった方々に向けてどう動いていったらいいか、もう超重要なことだけをねお伝えできたらなと思ってます。今回はもう本当に初心者のための動画です。で、やっぱりね、ポケモンユナイトって結構奥が深くて、応用に関しては各それぞれの、マスター隊の方々の、動画を見ていただいたら参考になるかなと思います。では最初ですね、こっからまず、味方を見て、味方がどんなキャラを選択しているか、アタッカーバランス、その辺は置いときましょう、とりあえず。で、僕は今回バナ使います。で、ここまず超重要ポイント、連宣言ですね。連宣言は本当に大事。何が大事かっていうと、ポケモンユナイトって上に下に中央位置が基本形なんですよ。で、連宣言しないともうわちゃわちゃしちゃう。なので連宣言は本当に大事。なので連宣言は必ずするようにしましょう。僕もここでね、また、上レーン行きますというふうに再宣言して、周りの味方どこ行くのか促してます。で、今回なぜ僕が上レーン行くかっていうと、中央レーンの担当って基本的にガブリアスであったりとか、月光河であったりとか、エスバ、それから、ファイアローとかなんですよね。要するに三進化のキャラ。中央レーンは経験値が豊富に取れるので、今回ね、月光河であったりとか、ガブリアスに譲ってます。で、ここ2体レーン宣言してないんで、わちゃわちゃするなと思いながら、プレイしてました。で、ここうんちくなんですけども、キャラ枠で、ランクがわかるっていう風になってます。左から、エキスパート、それからハイパー、ビギナー、ビギナー、スーパーですね、これは。で、ガブリアスが持ち物持ってないんですけども、持ち物に関しては今回はコメントは控えようかなと思ってます。キャラによっていろいろ変わってくるし、そちらの方ではね、応用的になってしまうので、今回は控えさせてもらいます。で、これから、試合になるんですけども、随所随所でね、重要ポイントがありますんで、そこもしっかりコメントしつつ、やっていこうかなと思います。この実況はもうアフレコなんですけどね今回に至っては、はい、僕もまだまだエキスパートなんで、参考になればなとは思ってます。じゃあやっていきましょう。では最初、開始に注目ですね。冒頭でお伝えさせてもらった通り、上に中央1、下2っていうのが基本形です。で、ここ見ていきましょう。はい、下に3人いってます。もうこの時点でアウトです。これは連宣言してなかったせいですね。基本的にはガブリアスは宣言してたので、月光河が中央に行くべきでした。で、ここ僕カバーして中央行こうかなと思ったんですけど、そうなってくるとカビゴンが上に1体だけになってしまう。で、今回プクリンがサポートに入ってくれたのは本当に助かりました。でもプクリンってサポートキャラなんで、本来ならば下レーン行くべきだなと、ガブリアスが行ってくれたらなと思いながらプレイしてました。で、ここ超重要ポイントなんですけど、上下レーン担当の人は中央レーンの野生ポケモンを狩らないようにしましょう。中央レーンって野生ポケモンの経験値豊富なんですよ。だからそこ買っちゃうと中央レーンで育つべきポケモンが育たない。強い技覚えられずに、その後上レーン下レーンに向かって相手に押されてアウト。これはもうご法度です。なので上下レーンの人たちは中央レーンのポケモンを狩らないように気をつけてください。中央レーン宣言した人からすると、もうこれもめちゃくちゃ萎えるポイントです。でも1回目のかじり亀戦を終えた後は臨機応変に中央レーン向かってもいいかなと思います。臨機応変ですよ。で、ここから8分50秒から中央に蜂が出てきます。蜂も B クイーンがね、経験値豊富なんで、積極的に取るようにしましょう。で、僕ここなんですけども、不思議種か。アタッカーとしてはまだまだ不十分なんで、ラストヒットを狙いながら立ち回ってます。で、ここ、相手大丈夫だなと思って、ここ蜂取りました。で、3つ目の超重要ポイントですね。倒されないことです。倒されると、こっちは何も得られずに、向こうはもうただ単に経験値入るんで、こっちが不利になるだけです。なので、これ、死ぬんじゃないかと思ったら、持ち物であったりとかキャラの技を使って逃げるようにしましょう。で、4つ目の超重要ポイントですね。レーン担当の人はそのレーンを責任持って担当すること。最初から見てたらわかると思うんですけども、さっきから下レーンの人が上レーンに来たりとか、上レーンの人が下レーンに行ったりとかで、戻って中央レーン行ったりとか、これ本当に良くないです。中央担当の人は中央行って、そこから上下レーン行って、また中央戻って経験値稼ぐっていうのが基本な形です。でも上下の人がそれを通り越してスタート地点に戻って中央行ったりとか、上レーン下レーンも入り乱れるっていうのは良くない。その間ゴール一人で守ることになって、なおかつ最悪の場合は割られるっていうことがあります。でも後半はこれに限った話ではないので、残り7分30秒まではなるべくね、宣言したレーンにいましょう。
って残り7分30秒から30秒後に上にロトム、下にカジリガメが出てきます。基本的には上レーンの人は、下レーンに向かう準備をします。ただ僕ここ、花びらの舞を覚えてない、カジリガメ戦に参加してもそんなに戦力にならないなと思って、レベル7になるまでは上レーンで蜂を狩ります。でこっから5つ目の超重要ポイントですね。カジリガメ戦には参加しましょう。最初の時はね、カジリガメとロトムどっちを狩ればいいか、まあ天秤にかけることがあると思います。でもロトムってタブンネとヘイガニを足したぐらいの経験値なんですよ。で倒した人がもらえるみたいな。カジリガメの場合タブンネ3体分ぐらいの経験値がチームみんなに配られる、プラスシールドを得るので、絶対にカジリガメを倒した方が経験値差がついて試合を有利に運ぶことができます。でここもね、味方がしっかり集合をかけてくれてます。ただカビゴンは参加せず。でもこれは上レーンに2体を釣ってくれてるから、動きとしてはありです。上で経験値を稼いでプラスロトムを狩る、で上2体釣ってる、こっちは人数有利。まあこれも応用的な話なんで、まあ今回は飛ばします。でここは安全にラストヒットを取られないように、まずはここでバリアードを倒して、ここゴールを割って、敵が近くで回復できないようにします。でそこからカジリガメを攻撃し始めます。で敵が、まだガブリアスの近くにいるので、あ、これは絶対間に合うなと思ってもプッシュをかけてます。はい、そのままガンガン行きましょう。ガンガン削って、で取れましたね。これでシールドプラス、多分ね3体分ぐらいの経験値が入ります。しかもチーム全員に。でここはもう借りましょう何しに来たんやろね、可愛いやつやな。でここから経験値を無駄にしないように中央レーンのポケモンを借ります。基本的には中央レーン宣言した人が勝ったりとかするんですけども、中央レーンの人が例えば攻めてたりとか不在の場合はこうやって中央レーンのポケモンをファームします。まあ今回に至ってはもうそもそも中央レーン担当がいないんで、美味しくいただきました。でここからロトムを取りたいですね。まあ先ほど言ったように無理をしないようにこうやって吸いながら攻めすぎず、ゲンガー倒せそうだな、ゲンガー倒します。味方ナイス。で、あ、深丸いるわ。深丸を倒します。はい、 OK。 まあなるべく相手のポケモンを処理してから、ああやってロトムであったりとかカジリガメっていうオブジェクトを触るのが基本です。でここなんですけど、ごめんなさい、諸事情により操作できずにいてやられました。で敵のポケモンを倒してれば倒してるほど、ゴールを決めれば決めるほど、レベルが上がれば上がるほど復活時間って伸びちゃうので、なるべくね倒されないように気をつけてください。で味方がここロトム取ってますね。ロトムはまあ相手ゴールにたどり着くと20点プラスゴールがフリーになる、言うならば、ゴールを0秒で決めれると。1回目はそうでもないんですけども、2回目に至っては三段戦前なのでかなり鬱陶しいです。でここも中央を買ってレベル上げに勤しんでます。結構が盗みに来ましたね。で下ゲンガーが入れてたんですけど、ここガブリアスが間に合うなと思って放置してました。で割られちゃいましたで2回目のカジリガメが残り11秒ぐらいで、下レーンに3体見えたので、とりあえずここは合流します。でとりあえずガバイトから倒しますと。で次にゲンガーですね。でこれボンミスです。でこっから月光がですね、ちょっと体力ギリギリですけども、なんとか倒せました。でカジリガメ出てきたんですけども、誰もいないので、とりあえず僕は蜂の方行ってまとめて体力を回復して、こっからカジリガメに向かいます。で集合かけて、上レーン割られましたね。まあ割られてもなと、割られた側のゴールの近くに野生ポケモンとしてタブンネが湧くので、まあ別に大丈夫かなと思って、ここは放置してカジリガメを攻撃してます。っていうぐらいカジリガメは超重要です。はい、2回目取れましたね。味方全員に多分ね3体分の経験値が入りました。でこっからなんですけど、残り26秒ぐらいで上にロトムが湧きます。残り2分手前ぐらいでロトムを決められると、そっから2分になった時ゴールの点数が2倍になるので、モントウ無用で100点つぎ込まれる可能性があります。なのでここでのロトムは取るようにしましょう。でこっから僕が何をするかっていうと、相手の陣地の野生ポケモンをファームすることによって相手に経験値を取らせない、まあでもそれも無理のない程度にファームして帰っていくっていうのがベストかなと思います。でここユナイト切っちゃったんですけども、なぜかっていうと、ここで僕が倒されると復活時間が長いので、ここはユナイトを切って倒されないようにしてます。でここゴールを決めることによって体力回復が得られるので、ゴールを決めます。
ユナイトの切り方は人それぞれなんですけど、大抵はかじり亀戦であったりとかサンダー戦でユナイトを切ります。だから今の時間っていうのはユナイト技を貯める時間でもあるし、ロトムを倒す時間でもあるし、レベルを上げる時間でもあります。ただ今はもう残り20秒でサンダーが湧くので、もうロトムを倒す余裕はないかなと。でこっからまた超重要ポイント、その6ですね。サンダー戦には参加することです。なのでここから僕急いで野生ポケモン2体を買ってユナイト技のゲージを貯めてサンダー戦に参加します。本来ならば10秒前ぐらいにもう参加したかったんですけど、僕がちょっと倒されちゃったんで、ここはちょっと遅れながらの参加になります。本当は良くないですけど。でサンダー戦は絶対に集合しましょう。サンダー倒したチームはほぼ勝ち確なので、みんなもうこここぞってサンダーを倒したがるわけなんですよ。でここで人数差が生まれてしまった場合、もう不利になってしまうので絶対に集合してください。でもここプクリンが下で、カビゴンがもうスタート地点、バラバラですね。ただここ相手バリアードとゲンガーとゲコーガが左下にいるので、ここはもうサンダーを倒します。本当ならこうやってねプッシュかけるのあんまり良くないですけど、危なかったですね、カメックスがいましたね。本来ならばね、中央も5対5でユナイト技吐きまくって、で勝ったチームがもう颯爽とサンダーを取るみたいな、そんな形の流れですけど、まあ、今回はもうみんなバラバラやったんで、もうサンダー楽に取れましたね。でここゴール決めたら撤退してゴールを守りに行ってもよかったんですけども、まあ大丈夫か思うてとりあえずゴールを決めまくります。とりあえずねもう人数差もあるし、もうボコボコにゴールを決めていってます。残り20秒でもうガブリアス君が復活するんで、まあ守りはそっちに任せようかなと。でここでユナイト切って速度上げてゴール決めて、で撤退しながらカメックスを倒す。で多分ねもう倒しつつっていった形ですね、はい、でここでまたゴールを決めると、はい、で自陣にプクリンとガブリアス君がいるんで、まあ、もう守りは大丈夫かなと思ってとりあえずゲコーガを倒します。はい OK でまたゴールを決めに行きます。決めれましたね。はいこれで OK です。多分勝ちました、てか絶対勝ちました。はい余裕ですね。はいってな感じでいかがだったでしょうか。もう本当に超重要なことしか言ってないです。1つ目にレーン宣言、2つ目に上下レーン担当の人は中央レーンのポケモンを狩らないこと、で3つ目倒されないこと、4つ目上下レーン担当のポケモンは下レーンから上レーンに移ったり上レーンから下レーンに移ったり自由な行動を避けましょう、5つ目かじり亀戦には参加すること、最後6つ目サンダー戦には絶対参加することです。今回は初心者のためにね超重要なことしかお伝えしないので、応用的な動きに関しては、マスター隊の方々の動画を見ていただければ幸いですってな感じで、ご視聴ありがとうございました。参考になった方はぜひグッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それじゃあまた皆さん、バイチャー。